でも行ったのよ、官邸前でも首相官邸前でも3月30日に。うん、もうこれは俺ね初めてですよ人生で。いろんな内閣見てきたけど、これはそんな俺なんかリスクあるわけやんかね。でもなんか今タレントなんかありますよ、この世界。もちろんそれで、仕事なくなるとか忖度減らされるとか使いにくくなるっていうのはあるけれども、その抱えた俺もこれいかんと、そういうやつでもいかなあかん状況やでっていうのを分かってほしくて、こっそり行ってもいいねんけど、ツイッターで今から行くわって言って、ほらね、最初怖いやんか。でもなんか俺そういうなんか怖いおっさんがやってる思ったら全然やねん、すごいねん。サイレントエリアって言って声上げる人が苦手な場所もあるねん。ほんでね、警察官とかいろんなそういうね揉めたりしたらあかんから、何百人もその弁護士さんが巡回してくれてんねん。なんかあったらこうすぐ来て、ほんで救護班もボランティアでザーって回ってくれてたり、で行ったり行ったりこのろうそくみたいなね、ろうそくで民主主義の炎みたいな、それをタダで配ってくれる人おったり、それも自分のあれでやで買ってきてくれた人で、ほんまにね普通のおっちゃんおばちゃんカップル親子子供もおるし、そんなねがなってないね。がなってるっていうか、まあ遠くで言ってるのがこう聞こえてくるのに合わせて言うてる人とかもおるからね。うん、俺さ最初なんか遠くで聞こえるんです、ごい人数やから何万人とか遠くで聞こえるからさ、遠くで野党頑張れっていうの聞こえてんけど、俺もすごい人数でガヤガヤしてるからさ、ずっと麻生頑張れって言っててさ、隣の人から何言ってんのみたいな顔で真逆のこと言ってるやん2回ぐらい、麻生頑張れ麻生が、俺も何でこんなことって言う、野党やみたいなでもね、ほんまに普通やったわ。だから俺もだからもう許せんことあったら何でも行こうって思って、権利で守られてるんです、うん、でちゃんとこうそういうどっちでもいいんですよ、安倍さん頑張れっていうデモももちろん守られてるし、それも否定はないですし、何でもやっぱりね表現していかなあかんなって思って、そんなね普通やったわ。